あなたの強さはあなたの弱さから生まれる。皆さんどうもこんにちは。本要約チャンネルのりょうです。本日は小沢武俊先生のあなたの強さはあなたの弱さから生まれる、世界一幸せになる考え方をご紹介いたします。小沢先生は3800人を見取ったホスピス医であり、その経験をもとに本書を執筆されました。本書の中では繰り返し、見せかけの強さよりありのままで生きられる強さが大切であることが語られています。ホスピス医として人生の最終段階を迎えた数多くの患者さんたちと関わる中で見えた現実は、強かった人、多くのものを所有していた人、たくさんのことを成し遂げてきた人ほど死が目の前に迫ってきた時の苦しみが大きくなりがちということでした。しかしこのように弱くなった時こそ、その人の本当の強さが現れるんです。権力やお金といった強さに頼ってきた人は、死という絶対的な強さの前に太刀打ちできません。その結果、死が目前に迫ると苦しくなってしまうんです。一方で弱さを持っている人間はそうはなりません。その弱さから強さを生み出すことが何より大切なんです。強さには権力やお金といった分かりやすい強さの他に、弱さの中で見つかる強さ、弱さから生まれる強さがあるんです。今あなたは何らかの理由で大きな悩みを抱えているかもしれません。そうでなくても、生きることや人間の死に漠然とした不安を感じているかもしれません。そんな時はむしろチャンスです。あなたの強さが今生まれようとしています。本書は自分の弱さに悩んでいる人だけでなく、どんな人が読んでも新しい気づきと生きる勇気を見出すことができる一冊となっています。ぜひ本書と本日の動画で、あなたの弱さから強さを見出し、人生をよりいい方向に伸ばしていきましょう。さあ、本日ご紹介する内容は以下の3つです。第1章、あなたの強さはあなたの弱さから生まれる。第2章、分かってくれる人がいると強く生きられる。第3章、何を選ぶかで人生は決まる。タイトルだけでも引き込まれてしまいそうですよね。ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速参りましょう。第1章、あなたの強さはあなたの弱さから生まれる。第1章では、毎日のように人が亡くなるホスピスの現場での体験から、小沢先生が気づいた自分の弱さを認めることの大切さを、特に印象に残った患者さんの話を交えながら語っていきましょう。第1章では次の3つのポイントを説明していきます。 1. 自分の弱さを認め受け入れた時、人生は変わる。 2. 弱さこそがその人らしさを形作る。 3. 人の弱さを認められるのも強さの一つ。さて、それでは 1.自分の弱さを認め受け入れた時、人生は変わるから説明していきましょう。小沢先生が関わった患者さんの中に、40代の会社の社長さんがいました。一代で会社を大きくした人で、周りには常に人がたくさん集まり、我が世の春を謳歌していたんだそうです。そしてその人は、仕事のできない人を心のどこかで軽んじていたそうです。しかし肝臓がんであることが判明した時から、人生が一変しました。すでに症状がかなり進行していたので、仕事から離れることを余儀なくされ、治療生活に入ります。すると驚いたことに、彼の元からは潮が引くように人がいなくなってしまったんです。部下も取引先も、大切に育ててきた会社すら失いました。もちろんこの状況に彼は最初は腹を立てました。ですが、怒っていた彼もやがて、自分の生き方は本当に正しかったのだろうかと考えるようになったと言います。そしてある日、小沢先生に打ち明けたんです。私は今まで周りの人間から信頼され愛されていると思っていたけど、それはおごりでした。みんなが信頼し愛してくれていたのは私ではなく、私が動かしたお金だったということに気づきました。今の私には何もありません。この話を聞いて、皆さんは何を今更と思うかもしれません。ですが、人のことは客観的に見ることができても、自分のことはなかなか見れないものです。周りにいる人は自分を慕ってついてきてくれているに違いない。
そう思ってしまっても無理はないと言えます。そして病気になり人が去っていってしまった。そこで初めて自分を慕っていたのではなかったんだと気がついたんです。でもそんな中でもいつもそばにいてくれる存在が彼にはありました。それが家族。そこで彼は家族のありがたさに気づいたんです。彼が世を去る前にお子さん宛に、周りの人を大切にできる人間になってくださいという手紙を残したそうです。人生の最後にこれまでと真逆の価値観を持つようになったんですね。死が間近に迫った患者さんの多くは、後悔や苦しみの中で初めて自分の弱さに気づき、受け入れ、他の人に感謝をしてこの世を去るそうです。逆に言えば、もし私たちが元気なうちに自分の弱さを認め、他の人に感謝して生きていくことができれば、より後悔の少ない人生が送れるのではないでしょうか、と著者は語ります。確かにできるだけ元気な時に自分にとって本当に大切なものが何か分かり、人生の残り時間をその大切なもののために使えるとしたら、とても幸せなことですよね。自分の大切なものに気づき、自分らしく生きていくのに遅すぎるということはありません。気づいた時から本当の人生が始まるんです。2. 弱さこそがその人らしさを形作る。誰でも人生において苦しい状況、悲しい状況、時には絶望すら味わいます。それは受験に失敗したり、失恋したり、出世競争に敗れたり、大切な人を失ったりなど、いろんなケースがあると思います。そんな時、多くの人は、なぜ自分がこんな目に遭わなければならないんだと嘆いたり、生きていたくないと思い詰めたり、誰かを恨んだりもします。そしてそんな時は特に自分の辛さや苦しみばかりに焦点を当てて、周りの人に目が向きません。ましてや自分を支えてくれている存在のありがたさに気づくこともほとんどなく、それどころか自分より弱いと感じる人に攻撃的になることもあるでしょう。努力してもどうにもならない、解決できない苦しみを抱えた時は、そういった気持ちがどうしても強まってしまうはずです。でもそんな時に必要なことは、弱い部分も含めて理想の自分でない自分、不完全なありのままの自分を認め受け入れることだと著者は言います。頑張ったけど失敗してしまった自分、本当は完全ではない自分、弱さを抱えている自分、まずはそんな自分を全部認めてあげるんです。それが背伸びすることなく本来の自分の姿で生きられるようになるための第一歩なんです。これはとても勇気のいることでもあります。特に弱っている時や苦しみを抱えている時ほど自分の弱さを認めるのは非常に難しいんです。今の世の中は競争に勝つこと、強いこと、富や名誉やお金があることが幸せと思っている人も少なくないはずです。また社会の役に立ってこそ生きる意味があると思っている人もたくさんいます。皆さんもそういった価値観に押しつぶされそうになった経験があると思います。そんな社会の中で自分の弱さを認めること、それによって自己肯定感を得ることは残念ながらとても難しいことなんです。それでも勇気を出して自分の弱さを認めて受け入れることができれば、あるがままの自分に価値があり、生きている意味があることを実感できるんです。ただし、ありのままで生きるというのは欠点を放置するという意味ではありません。弱さもいろいろあり、あなたはあなたのままでいいという言葉もよく耳にしますが、欠点という弱さは放置してはいけないんです。弱さやありのままという言葉が逃げるための言い訳になってしまっては意味がありません。自分の弱さを静かに受け入れると心が穏やかになり苦しみも和らぐでしょうが、その上で変えることができるところは変えていく向上心が大切なんです。思い出してみてください。あなたも今まで努力して克服してきた弱さの一つや二つはきっとあるはずです。早起きが苦手だったけど努力して早起きが気持ちいいと思えるようになった。人見知りだったけど今では初対面の人とも以前より気軽に話せるようになった。怒りっぽかったけど以前より感情のコントロールができるようになった。何かしらこういった経験があると思います。そしてそうやって克服してきた弱さは今では自信を持って私ですと言えるようなあなたの大事な一部分になっていませんか？まず自分の弱さを認めて受け入れ、変えられる部分は変えていくこと。それこそが新しいあなたらしさと自信を与えてくれるんです。もちろん全ての弱さを変えろ、頑張れというわけではありません。
自分ができるところからでいいんです。自分には弱さがある。だから変えることができる。弱さを持った自分にも価値がある。そう考えてほしいんです。3、人の弱さを認められるのも強さの一つ。ある女子中学生の話です。彼女は以前いじめに遭っていたことがあり、友達も先生も助けてくれず自傷行為を繰り返していたそうです。学年が終わっていじめていた相手と別のクラスになっていじめがなくなっても、彼女の心に深い傷が残りました。誰も信じられない気持ちだけが残り続け、かといって自分の心の傷や弱さを見せる勇気もなく、悶々とした日々を過ごしていたといいます。ところがある日、たまたまあまり話したことがない友達と二人っきりで話をする機会がありました。その友達の穏やかな雰囲気に安心して、いじめられていた過去のことや、まだ心にわだかまりが残っていることをすべて話したそうです。するとその友達は、彼女が話し終わるまでは何も言わずに静かに話を聞き、最後に、今までいじめにあって苦しかったんだね、とだけ言ってくれたんです。素晴らしいですよね。そしてその時、彼女は弱いところを見せていいんだ、と思うことができて、前を向いて生きられるようになったと言います。この時、もしその友達が、わかるよ、と言っていたら、この女子中学生は、あなたに私の苦しみがわかるわけがないという気持ちになっていたかもしれません。受け入れてもらえたという安心感が彼女の気持ちを楽にしたんです。小沢先生は彼女の話から2つのことを感じたと言います。1つは弱い自分でもありのままそのまま受け入れてもらえる、弱いところを見せていいと思える存在に出会えた時、人は大きな安心を覚えるということ。もう1つは弱いところも含めて彼女をそのまま受け入れた友達の強さでした。そしてその友達は自分自身の弱いところも認め受け入れることができる強さを持っているのではないかと思ったそうです。なぜなら人は弱い自分を認めて受け入れた時に初めて他人の弱さを認め受け入れることができる。それが小沢先生の持論だからだそうです。あなたもまずは自分の弱さを受け入れるところからスタートしてみてください。人に優しくなりたい。誰しもがそう思っていると思いますが、人に優しくするにはまずは自分から。他人を受け入れるにはまずは自分からです。自分を愛し受け入れてあげましょう。さあ、以上で第一章をまとめたいと思います。ポイント1。自分の弱さを認め受け入れたとき、自分にとって本当に大切なものが何か分かり、本当の人生が始まる。ポイント2、自分の弱さを認めて受け入れ、変えられる部分は変えていくことが、新しいあなたらしさと自信を与えてくれる。ポイント3、人は弱い自分を認め受け入れたときに、初めて他人の弱さを認め受け入れることができる。第2章、分かってくれる人がいると強く生きられる。第2章では分かってくれる人がいることの大切さについて見ていきます。特に自分が苦しみを抱えているときは、近くに理解者がいるととても心強いですよね。しかし、いつでも誰にでもそういう人が見つかるわけではありません。見つからないときの方が多いかもしれません。そんなときはどうすればいいのか、そして孤独が好きな人はどのように生きればいいのか、そんなケースへの意見も合わせて見ていきたいと思います。これからの人生にとても参考になる話が盛りだくさんですので、ぜひぜひ集中して聞いていってください。本章も3つのポイントに分けて説明しましょう。1、人生とは自分を分かってくれる人を探す旅である。2、もし今誰も自分を分かってくれないと思ったら。3、幸せな孤独もある。それでは参りましょう。1、人生とは自分を分かってくれる人を探す旅である。人は誰しも自分を分かってくれていると思える誰かを必要としています。もちろん相手が 100% 自分の気持ちを分かってくれているかどうかは誰にも分かりません。ただそれでも誰かに分かってもらえたと感じることで多くの人は救われるんです。小沢先生が関わった患者さんに実家の家族や妻子とうまくいかずに仕事も長続きせず古いアパートで年金頼りに暮らして70歳を過ぎてから末期がんと診断された人がいました。初めの頃は自分の人生を早く終わらせたい、早く楽になれる薬はないのかと一方的に自分の苦しみを訴えるばかりだったそうです。そこで、あなたの気持ちはとてもよくわかりますなどと言えばこの方は心を閉ざしてしまう。そう思った小沢先生は、ただひたすら丁寧にその人の話を聞きました。
ふるさとのこと、曲がったことや人から指図されることが嫌いな性格、病気の苦しみ、そんな話を聞いているうちに、多分患者さんは、ああこの人自分の気持ちを分かってくれていると感じたんでしょう。表情が次第に穏やかになり、苦労の多い人生だったけど自分を曲げてまで生きるよりは良かったと口にするようになったんです。何も成し遂げられなかったと思ってしまうような人生でも、これまで生きてきたこと、頑張ってきたことにそれでいいと言ってくれる存在がいる、自分を理解してくれる存在がいる、そう思えた時、世の中がそれまでとは違って見えるようになります。分かってくれていると思える誰かの存在は、苦しみの中の一筋の光なんです。そしてありのままの自分でいられる強さを与えてくれるんです。例えば末期がんになり、ご自身も大変な中で老老介護をし、夫を見送った後に亡くなられた人、夫の介護は施設に任せたらいいのにと思う人もいるかもしれませんが、夫の介護をすることがその人にとってはありのままの自分でいられることであり、ご自身の病気の苦しみの中で生きる支えになっていることだってあるんです。私たちが自分らしくいられるのは、誰かが分かってくれるからなんです。周りの誰も理解してくれなかったら、本当に孤高の存在となってしまいます。だからこそ多くの人は時間とエネルギーを割いて、自分を分かってくれる人を探そうとするんです。人生は自分を理解してくれる人を探す旅なのかもしれません。財力や権力、才能など分かりやすい力、分かりやすい強さが与えてくれる幸せや、自分一人の幸せには限界がある。分かってくれると思える誰かといえば、生きる意味が見出しやすくなるんです。そうした存在と出会い、共に生きることができれば、それは究極の幸せの形と言えるでしょう。あなたにとってその存在は誰でしょうか。2. もし今誰も自分を分かってくれないと思ったら、人は皆基本的に自分のことだけで精一杯です。ですから、あなたがどれだけ深刻な悩みを抱えていて、誰かに自分の気持ちを分かってもらいたいとか、誰かに話を聞いてもらいたいと思っても、そんな相手になかなか巡り合うことは難しいかもしれません。そんな時は、自分から分かってもらえそうな誰かを探しに行きましょう。ですが、自分が分かって分かってとなってはいけません。自分のことを分かってほしい時ほど、まず相手の話を聞いてあげるんです。自分のことを分かってほしい時は、まず自分が相手に分かってもらえたと思ってもらえる人になるのが大切なんです。これは一見遠回りのように見えても、本当の意味で幸せになるための近道だと著者は言います。情けは人のためならずということわざがありますが、これは情けは人のためにならないという意味ではなく、本当は他人に与えた情けは巡り巡って自分の元に帰ってくるという意味なんです。まずは与えること、これが何より大切なんです。しかし、深い苦しみの中にいる人にとって、まず相手の話を聞く、まず与えるというのは難しいと感じるかもしれません。相手の話を聞く余裕すらない、そういう人は諦めるしかないのでしょうか。小沢先生が言うには、大切なのは、苦しみを抱えている人が相手に対し、この人なら自分の苦しみが分かってくれるかもしれないと思えるかどうかであって、相手が本当に苦しみを 100% 理解している必要はないということだそうです。そしてそれは、現在生きていて意思疎通できる相手じゃなくても構わないと言います。例えばペットや赤ちゃんなど、言葉は発しなくても自分のそばにいてくれる存在に、自分の気持ちを分かってくれていると思うこともあるかもしれません。それだけでも心は和らぎます。また小説やエッセイ、漫画、音楽、映像作品、テレビ番組、ラジオ番組といったものを見聞きして、この人は分かってくれていると感覚が持てることがあると思います。自分の考えを分かりやすく言語化してくれている作品に出会った時の喜びは格別ですよね。ああこれは自分だけが抱えている苦しみじゃないんだ、分かってくれている人がいるんだ、同じ境遇の人がいるんだ、そう思えるだけで心が軽くなります。このようにペットから作品まで何でもいいんです。自分が相手の話を聞く余裕がないという人は、こういったものに癒しを求めてみましょう。ちなみに小沢先生は、自分の気持ちを分かってくれていると思える誰かのことを、目に見えない伴走者と呼んでいるそうです。その目に見えない伴走者は、過去の思い出の中にヒントが隠されていることもあります。
もし今苦しみを抱えながらも気持ちを分かってくれる人が誰もいないと感じているのであれば、一度丁寧に過去を振り返り、良かったこと、楽しかったことを思い出すといいでしょう。その中に目に見えない伴走者が隠れているかもしれません。心の安らぎを感じたことのある人、誰かの言葉に自分の気持ちを分かってもらえたと感じたこと、その相手はもう連絡が取れないかもしれませんが、もしあの人が近くにいてくれたら自分にどんな言葉をかけてくれるだろう、頑張っている自分にそれでいいと言ってくれるかもしれない、そんな風に思うことができればそれだけで十分に救いになり、今の苦しみが和らぐのではないでしょうか。また昔聞いていた音楽の歌詞を思い出し、改めて YouTube で聞いてみたら、今の自分を表しているようで涙が出て気持ちが楽になったなんてこともあります。ぜひ自分を形作っている過去を振り返ってみてください。3、幸せな孤独もある。自分は一人の方が気が楽で幸せだ。どんなに苦しくても他人に自分の気持ちを分かってもらえなくてもいい。人はそもそも一人で生きて一人で死んでいくものだ。そんな風に考える人もいますよね。むしろ近年はそう考える人の方が多いくらいかもしれません。こういった考えを持つ人の中には、もともと孤独を愛している人もいれば、人間関係に悩んで疲れて孤独の中に救いを見出した人もいるでしょう。孤独が幸せという人はそのままでいいんです。ただ小沢先生は、人生の最後まで孤独でいいんだと思える人はそれほど多くないと言います。それが先生が長年ホスピス医として多くの患者さんを看取ってきた経験から感じていることなんです。年齢を重ねてこの世を去る時が近づいてきたら、やはり人とのつながりを感じたいと思うことがあるんです。今孤独が幸せだと感じている人は、10年後20年後も今のままで幸せを感じることができるかどうかを考えてみましょう。こんな時に強がっても仕方ありません。自分に正直になって考えてみてください。そこで、いや、やっぱりどう考えても孤独がいいなと考える人もいると思います。逆に、やっぱり年を取ったら誰かと一緒にいたいな、そう考える人もいるでしょう。これは本当に人それぞれだと思います。自分に正直になって将来をありありと思い描いてみましょう。そして当たり前ですが、これまでは孤独を好み孤独に生きてきた人が、後者のように、もしこれから生きている人と関わり合っていきたいんだと思う場合は、勇気を出して自分から周りの人、特に自分にとって大事だと思える人とコミュニケーションを取る必要があります。孤独を選ぶのも、人と関わって生きることを選ぶのも、その人次第です。自分にとってはどのような状態が幸せなのか、どのような形で人生を終えたら後悔が少ないか、そういったことを考えて、自分に合うと信じた感じた道を選択することが大切なんです。何においても言えることですが、自分にとって幸せとは何なのか、この難しく曖昧な問いに対する答えを常に考え続けることが何より大切なんです。さあ、ここまでで第2章をまとめておきましょう。ポイント1、分かってくれると思える誰かと出会い、共に生きることができれば、それは究極の幸せの形と言える。ポイント2、大切なのは苦しみを抱えている人が、この人なら自分の苦しみを分かってくれるかもしれないと思えるかどうかであって、相手が本当に苦しみを 100% 理解している必要はない。ポイント3、孤独を選ぶのも、人と関わって生きることを選ぶのも、その人次第なので、どのような形で人生を終えたら後悔が少ないかを考えて、自分に合うと感じた道を選択することが大切である。第3章、何を選ぶかで人生は決まる。第3章では、ニーバーの祈りというアメリカの神学者の人の教えから、人生における大切な選択はどういうものであるかについて見ていった上で、著者の小沢先生が実際に体験した苦しみと、そこからいかに新しい道を見出したかについて一緒に見ていきたいと思います。本章のポイントも3つ。 1. 変えられるものと変えられないものを見極めるニーバーの祈り。 2. 何を選択するかで世界が変わって見える。 3. 自分の弱さから逃げない、そうすれば生きる勇気が湧いてくる。それでは参りましょう。 1. 変えられるものと変えられないものを見極めるニーバーの祈り。老いや病気で心や体が弱くなった。試験や仕事で望むような結果が出せなかった。
家計が赤字続きで経済的に困っている、家族や友人、職場の人間関係がうまくいかない、毎日がつまらなくて何もしたいと思えない、このような悩みを抱えて苦しんでいる方が多いと思います。生きている限り人は苦しみと無縁ではいられませんよね。この苦しみ、これ自体はなぜ生じるんでしょうか。それは希望と現実にギャップがあるからだと小沢先生は言います。苦しみは希望と現実のギャップから生まれて、それが大きければ大きいほど苦しみも大きくなります。そんな大きな苦しみを私たちはどう捉えればいいのか、苦しみに満ちてしまった時どうすればいいのかという問いに対する答えが、最初に説明しましたニーバーの祈りの中にあると小沢先生はおっしゃいます。ニーバーの祈り、この祈りはアメリカの神学者であるラインホルド・ニーバー氏が考えたものだと言われています。その祈りとは、神よ、変えることのできないものを静穏に受け入れる力を与えてください、変えるべきものを変える勇気を、そして変えられないものと変えるべきものを区別する賢さを与えてくださいというものです。苦しみをもたらすのは希望と現実のギャップですが、そのギャップには埋めることができるものと埋めることができないものがありますよね。病気でも治療法があれば治すことができますが、現代医学でもどうしても治せないものがあるように、埋められないギャップは確かに存在します。埋めることができないギャップによる苦しみはどうすることもできません。解決することができないんです。だったら受け入れるしかありません。変えることができないもの、埋められないギャップは受け入れる、変えることができるもの、埋められるギャップは埋める、この2つを区別する、選択する賢さこそが人生において大切だということです。小沢先生はニーバーの祈りを人生における選択の大切さを訴えているものであると捉えて、解決できる苦しみと解決できない苦しみを見分ける賢い目を持ちましょう。そして解決できない苦しみにいたずらに悩むのをやめ、勇気を持って解決できる苦しみに力を注ぎましょうというように解釈しています。解決できない苦しみについても一度受け入れることで見え方が変わり、苦しみを和らげる方法が見つかるかもしれません。解決できる他の苦しみが解決したら、今悩んでいることもまた違って見えるかもしれません。埋められないギャップに固執して苦しみ疲れてしまう前に、まずは選択する賢い目を持ちましょう。2. 何を選択するかで世界が変わって見える。あなたが今とても気がかりなことやイライラしていることはありませんか。先ほども説明しましたが、そのイライラや不安というのは希望と現実のギャップから生まれる苦しみの一つです。例えばお子さんの成績が気がかりであれば、それは子供にいい成績を取ってほしいという希望と現実のギャップから生まれる苦しみといえます。ネガティブな感情の多くは希望と現実のギャップによる苦しみから生まれているんです。この苦しみを解消するために、まず第一にすべきことは、苦しんでいることに気がつくことです。そもそも自分が苦しんでいること自体に気づいていない人がたくさんいるんです。まずその苦しみに気づくことができれば、やるべきことが見えてきます。自分が今苦しんでいることは何なのか、紙に書き出してもいいでしょう。自分の感情を改めて見つめ直してみましょう。そして自分が苦しんでいるものに気がついたら、次のステップです。ニーバーの祈りに従って、苦しみを変えられるものと変えられないものに分けてみましょう。言い換えれば、解決できる苦しみと解決できない苦しみに分けるんです。自分の努力や他人からの助けによって解決できるものなのか、誰にも解決できないものなのか、もしあなたの悩みの中に解決可能な悩みがあれば、そこに力を注ぎましょう。一人で解決できない悩みは、勇気を出して他人の力を借りましょう。例えばアルコールやギャンブルへの依存症のような、一人では解決が難しいもの、こういったものの場合は勇気を出して他の人を頼ってください。人の力を借りることができれば、解決可能な悩みは解決不可能な悩みではなく、解決可能な悩みなんです。変えられるものは変えていくことが大切なんです。さあ、あなたの悩みの中で解決できるものは何でしょうか。考えてみてください。直接解決できないものであっても、考え方を変えるだけで悩みが軽くなるものもあります。そのためにとても大切なことが、幸せの基準を変え、現実に合わせて希望を変えることです。
これができれば希望と現実のギャップを小さくして苦しみを和らげることが可能になります。お金や地位、名誉、才能などがあることを幸せと感じ、もっとお金が欲しいとか、もっと地位や名誉が欲しいとか、もっと才能が欲しいといった希望を抱きがちな現代。しかし自分より強く力のある人は他にいっぱいいますよね。ですからこのような比較によって感じる幸せを追い求めても満足することは難しいと言えます。どんなにお金持ちでもその上が存在しますし、どんなに才能がある人でも自分より才能がある人、他の分野で才能がある人と比較し羨ましく思えば嫉妬して苦しみを感じてしまいます。その結果、希望と現実のギャップがどんどん大きくなって、苦しみがどん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 膨らんでいくんです。ここで幸せの基準となっているのは他者であり、他者との比較によって幸せを感じようとしてしまうと苦しみが生じるんです。しかし幸せの基準を変えれば希望の抱き方も変わってきます。心穏やかに生きること、自分にとって大切な存在と支え合って生きること、人のために自分なりにできることをすること、このようなことに幸せを感じることができれば、現実に合わせた希望を抱くことができるようになります。小沢先生は社会の第一線で活躍していながらも、現代医療では治すことができない病気にかかり、絶望のどん底に落ちた人たちを数多く見てきました。まさに解決できない苦しみに出会った人たちです。しかしそんな人たちが働き、お金を稼ぐことができなくなった自分を認め、今の自分にできる何かを見つけることを望み、それを実現できれば、それまでとは違う形の幸せを感じることができるようになるのを見てきたんです。この幸せの基準を変えることや、現実に合わせた希望を抱くことを諦めだと感じる人もいるかもしれません。ですがそうではないんです。変えられるものと変えられないものを見分け、変えられるものを勇気を持って変えていくこと。これこそが本当に大切なことに気づくことであり、どんな苦しみの中にあっても希望を失わないこと。つまり本当にあなたらしい人生を歩むことにつながるんです。この変えることができるという部分に価値観を当てはめてみましょう。あなたのこれまでの幸せの基準、これだって変えることができるものかもしれません。そういった視点で一度考えてみてください。 3. 自分の弱さから逃げない。そうすれば生きる勇気が湧いてくる。著者の小沢先生自身が解決できない問題を受け入れるということを知ったのは25年ほど前、ホスピス病棟に勤め始めて 3,4 年経った頃だといいます。当時白血病を患っていた男子高校生を担当していた小沢先生は、大きな苦しみを抱えていた彼に対して、力になりますとか全力を尽くしますと口では言いながら、何もできない自分に無力感を感じていました。看護師さんであれば彼の身の回りの世話をすることによって直接患者さんの力になることができますが、治る見込みのない病気に対して医師にできることは何もなかったんです。患者さんを助けたくて医師になったのに、自分はなんと無力なんだろうか、この仕事は自分に向いていないのではないか、そんな風に考えて気分は落ち込み、毎日彼に会うのが辛くてたまらず、病室の前から逃げ出したいと思ったことも何度もあったといいます。当時小沢先生はホスピス病棟長を任されていると同時に、家庭では子供が幼かったため、家長として家族を守るため、自分は弱くてはいけないと常に気を張っていたんだそうです。強い自分を守ろうとしてしまっていたんですね。しかしその男子高校生の患者さんに対して、何もすることのできない自分の無力さに苦しむ中、ある日まるで天からの啓示のようにふと浮かんだのが、弱くていい、無力でいいという言葉だったといいます。クリスチャンの小沢先生はその時、神様が弱い自分をそれでいいと認めてくださった、その上で弱い自分と共にいてくださっていると感じ、暗闇の中に一筋の光が差したような気がしたそうです。それまでの小沢先生は、強い自分、人の力になれる自分でいたい、患者さんの苦しみを解決したいと願い、弱い自分、何もできない自分を認め許すことができなかったといいます。そんな中、弱くてもいいんだ、無力でいいんだという言葉が浮かんだ瞬間、弱い自分、無力な自分が許されたように感じ、肩に入っていた力がすっと抜けたそうです。そして苦しみを抱えている患者さんに、何もできない自分をまず認めることが大事であり、そして弱いからこそ患者さんに誠実に向き合うことができるということに気づいたんです。
いい加減とか適当とかいう言葉はよく無責任というニュアンスで捉えられ良くない意味で使われますが、小沢先生はそれは肩の力が抜けた状態を示す言葉だと言います。弱くていい、無力でいいと思うことは決して無責任になったわけではないんです。むしろその考えのおかげで無力感に打ちのめされることなく、その患者さんの部屋に入り、肩の力が抜けた状態で、それこそちょうどいい加減で患者さんと向き合うことができるようになったんです。あの時自分の弱さを受け入れることができなかったら、自分はダメな人間だという後悔だけが残って、もしかしたら医師の仕事を続けることができなかったかもしれないと小沢先生は語ります。苦しみの中で一度立ち止まり、弱い自分を受け入れ、そんな自分の前にどんな選択肢が広がっているのかを考えること。そこに自分の本当の強さにつながっていく道があるんです。きっと皆さんも、そして私も、これから先の人生で自分の弱さと向き合う場面がやってくるはずです。その時にはこの本を思い出し、辛いかもしれませんが、弱い自分を受け入れていきましょう。あなたの強さはあなたの弱さから生まれるんです。さあ、以上で第3章をまとめておきましょう。ポイント1、ニーバーの祈りは解決できる苦しみと解決できない苦しみを見分ける賢い目を持ち、解決できない苦しみにいたずらに悩むのをやめ、勇気を持って解決できる苦しみに力を注ぎましょうという意味である。ポイント2、ニーバーの祈りを実践することこそ本当に大切なことに気づくことであり、どんな苦しみの中にあっても希望を失わないことであり、本当にあなたらしい人生を歩むことである。ポイント3、苦しみの中で一度立ち止まり、弱い自分を受け入れ、そんな自分の前にどんな選択肢が広がっているのかを考えること。そこに自分の本当の強さにつながっていく道がある。いかがだったでしょうか。進化が早い複雑な時代を生きる私たちは、ここに語られているような希望と現実のギャップに苦しむことが多いと思います。最近では、親ガチャに外れたからもう自分は幸せになれないんだと語る若者も多いですよね。しかし、多くの治る見込みのない病に侵された人たちを看取った先生の話に、本当の幸せとは何か改めて考えさせられた人も多かったのではないでしょうか。時間の関係で全ての内容をご紹介することはできませんでしたが、本書にはまだまだ貴重な話が数多く掲載されています。興味のある方、今日の動画良かったと思った方はぜひぜひ手に取って読んでみてください。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。ぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと励みになり、より一層頑張れますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしています。さよなら、さよなら、さよなら。